アセタールの一般構造式アセタールは有機化合物のうち R3CR4 で表されるエーテルの故障でアルデヒドもしくはケトンに3色媒化でアルコールを縮合させると得られる。かつてはアルデヒドから得られるものをアセタール、ケトンから得られるものをケタールと呼んで区別していたが現在はいずれもアセタールと呼ぶことが推奨されている。アルデヒド ケトンのアセータール化反応は2段階の化逆反応であり、反応中間体としてヘミアセタール R2 が生成する。これは通常は不安定なので直ちに別のアルコールと反応し、アセータールとなるか脱アルコールして元のアルデヒド、ケトンに戻る。しかし強い電子吸引き元を持つアルデヒドやケトンをアルコール溶媒に溶解した場合にはヘミアセタールが安定に生成することがある。 アセタールは、アルデヒドやケトンのような旧電子性をあまり示さず、またアルコールのような嗅覚性も示さない。そして温和な酸性条件で、元のアルデヒドやケトン、ジオールへと戻すことができる。そのため、アルデヒド、ケトン、1、2、または1、3、ジオールの保護器として、しばしば使用される。特に、ジオールとアセトンが縮合してできる。 環状アセタールのことをアセトニドと呼ぶ。アセタールは、アセトアルデヒドジエチルアセタール 2CHCH3 の環葉名でもある。アセタール構造を持つ重合体として、ポリアセタールがある。ありがとうございます。